来た。それでは体験版のダウンロードを始めよう。2時間待ってくれ。よし、ダウンロードが完了したぞ。刀剣乱舞無双体験版始めよう。このゲームは、お、ゲームソフト法律 dmam.com その他。まさか2月の17日を待たずにプレイできるとはな。ちなみにこの体験版の配信はガイドラインがしっかり出されており、ここのやつだよっていうね、一文が入っていれば誰でも問題なく配信可能、しかも収益化も OK という素晴らしい。製品版はこちら。今買ってもまだ遊べない。難易度を優しいにしません。今日から帰らないと。11分前に体験版が開始されました。時の政府はそれを阻止するため、さにわなるものを歴史の守りとした。したさにわの物の心を霊気する技により、刀剣は人の形を得て顕現する。ボイスのバランスをもうちょい上げたいですね。オプションは多分ゲーム始まってからかな。時間素行軍を率いて歴史改変を目論む歴史修正主義者を打つべく戦いを繰り広げる。この本丸はサニワが失踪しちゃったらしいですね。ウィッグの色がちょっと再現度が低いな。そんな レイディオあったんだ。夢でも見ていたかのような顔ですね。お疲れなのだろう。少し休んでは。心配されてしまったか。あとここのパーツの立体感が足りないな。左下の三日月は。華麗にする。今のは大立ちクラスのか。本丸めっちゃ散歩されてるんだけど。なぜあれかな、動物の森でいうちょっと友達の島に遊びに来たかった感か。強化開始します。紺之助と E.T. のように指を交わすとレベルアップの儀式が入るんですね。始めよう。三日月美しいな。どっちのですか、画面正面の方ですか、左下の方ですか。操作する刀剣男子の選択。刀剣男子の拠点本丸が時間素行軍に襲撃されています。茶でも出してやらんとな。戦場で操作する刀剣男子を選びましょう。選択しなかった刀剣男子の姿は見えませんが、俺たちの心の中にいる。出陣中は同じ戦場で戦っており会話ができます。へえ、遠くの方でボイスっていうかセリフのあれだけ出る感じだね。だいたい無双シリーズって一人で突っ走ると出過ぎだ、自重せよって怒られるんだよね。出陣する刀剣男子は戦場ごとに異なります。そうだね、じゃあ三日月宗近のコスプレしてるから村正にしましょう。私の出番です。脱ぎましょうよ。戦場をクリアするための成功条件ややり直しとなってしまう失敗条件、敵の配置などを確認できます。戦場によって条件は異なるので確認を心がけましょう。情報、すべての時間素行軍の撃破。多分ステージによっては拠点破壊されるととかそういうタイプでしょう。よし、やろう。紺之助が走っている。フォー君より早いローディング時間だった。おお顔アップからなんかミュノムラマサ見慣れてるとこのゴツゴツムラマサが、あ、そういえばこんなに太いんだっていう。どうやら時間素行軍は本丸へ向かっているようだ。留守中に
追いかけましょう。三日月殿、村正。本丸のため一肌脱ぎましょうか。脱ぎましょうか。目標に向かって走りましょう。走りましょうか。いっぱいおるでよ。時間速攻軍よ、先へ行かせはせん。村正負傷して脱がせてほしい。中傷とかなると多分脱げんのかな。切りますよ。 Y を押すと通常攻撃。簡単モードだと Y ボタンのみでいけるけども、俺はあえて普通モードで行かせてもらおう。ここは通常攻撃だけをやって3回終わらせないと次へ進めないモードだな。うん。そして俺の顔で、左下の三日月宗近の顔で村正の顔が若干隠れてしまっているな。危ない。紺之助を切るところだった。ですが、まだ近くに敵の気配があるようです。おう、敷地内を回ってみますか。いいの。その必要はありません。先導します。ついてきてください。紺之助は白バイの役目だな。戦場では紺之助が目標まで誘導してくれます。紺之助についていきましょう。もし紺之助を見失ってしまったら指笛で呼ぶこともできますと。紺之助を追って目的地へ。くらえ本来あの強攻撃とか必殺技もあるけども、これ早めに紺之助に合流してあげないと紺之助がやられてしまうな。また本丸で時間速攻軍とまみえようとは。どりゃ。だが誰もかけさせは。押し込みがわからんぞ。よいしょ。向いてる方向に、えい。視点移動がちゃんとできてないけどいいか。おや、もう終わりでしたか。とんでもない谷間だな。戦闘が終了すると刀剣なしは経験値を得ます。一定値貯まるとレベルアップをします。おや、あっさりと倒せてしまいましたね。チュートリアルだからな。低い時間速攻軍だったのでしょうか。刀剣男子も連動が低いから今強いやつが出てこられても困るぞ。ん、いつもより妙に体の動きが良い。レベル1で先ほど強化がどうのと言っていた。無双仕様に、紺之助は無双仕様にしてくれたんだな。そして左下の俺のピントが合っていないぞ。左下の俺がなんかすごくぼやっとしてるんだが、解像度の低い三日月が左下におるぞ。お疲れ様でした。今後のため暫定的ではありますが、カッペイさんだ。私、紺之助が部隊編成を決めます。第一部隊はサニワが定めていた通り、ここにいる皆様、そして隊長は三日月宗近といたしましょう。俺か。うん。不服かい？待ってくれ、紺之助殿。まずこの状況を確かめることから始めたいのだが。政府は私たちの事情を知った上で。村正のこの唇の脇のニュインって上がってるとこいいっすね。事情？口裂け村正。この本丸のサニワが長らく戻ってきていないことですか。それを隠し漂流していたことですか。三日月が二人いる。つまり片方はあの集合でランブレベルを上げるために溶かされるというわけだ。そのどちらもだ。どうやら隠していたつもりなのは俺たちだけか。バレてますよ。公式の PV とかでもう全世界にバレてるからな。なんと。ではずっと黙認されていたと。まあ発売するまでプレイできないからね。それならなぜ今になって我らの前に。時間速攻軍の襲撃に合わせたかのようにお出ましとはまさかと思いますが。他の刀剣男子はまだ応戦中のはず。私はそちらに回ります。この無双の紺之助は妙になんか落ち着いてるね。もうちょっと可愛げ出してもいいんだぜ。逃げられましたか。聞きたいことがたくさんあったのですがね。油揚げを渡してやれば怪獣できるかな。
ハグうまんい。さて、この事態、本丸にとって好機となるか、それとも…そうだな、この黒いピロピロを、もうちょいこの辺りか。やはり結び目を変えないといけないな。あ、今日はゲームプレイのために手袋や手甲を外しているが、ご了承ください。生放送出陣時はだいぶ衣装を簡略化しているのでな。実は袴も履いていないぞ。金貞、一語一振り、ナマズを投資ろ、ヒューガ正宗、ここにいる皆様を第二部隊に編成します。カメラには映っていないが、今日の下は袴でなくスウェットというものを履いている。フリース素材のなかなか肌触りのいいやつだぞ。なんだろう、一語一振りを着てやるのもありだね。突然すぎますな。どういうコスプレをしたキャラは膝丸以外はいるね。この本丸は俺たちの手に何入れたんです。取ってくれませんか。あれですかね、あの政府が入れたというマイクロチップですね。個人を管理するためのよく陰謀論で言われるあのチップよ。戦闘開始です。隊長は河川金貞、第二部隊の力を見せてください。おお、河川金貞か。取り付く島もなし。誰かの初期塔だったな。みやびさのかけらも見当たらないな。だけれど、みやび、みやび、迅速に肩をつけさせてもらうよ。スマホを使って確認しておいた。壊されるわけにはいかないんでね。ええ、今残る15振り、全員の思いは一つでしょ。なんか発表されていた刀剣男子プラスあの新規の、なんて言ったっけ、面影王たちの、あいつ以外にやっぱ続々ダウンロードコンテンツとかで課金コンテンツとして実装されていくのかな。必ず本丸を守りきる。もう誰も失わせない。ナマズを目大きいね。今度こそうまくやろう。梅干しをくれ。出陣する刀剣男子。そうか、じゃあ俺は一語一振りのコスプレも何度かさせてもらったので、そして初期塔の河川金貞もいるので、このどちらかにしようか。ヒューガにします。よし、やってみよう。とっとこ、とっとっと、とっとこ、走るよ、こんのすけ。ができるのはいいことだよね。担当だから始めるよ。手数は多いけどもリーチが短いと思うので、懐に飛び込んでぐっさりだね。ちょっと大変な戦いになりそうだね。心配はありません。そのために皆様に強化を施しました。レベル1なのに。なるほど、さっきのは強化。この世界のではまとめて片付けて。レベル1はゲームの方でのそれ未満ってことか。 X を押すと強攻撃。慣れないうちは簡単モードでいいのかもしれないけど、そうするとちゃんとした操作を覚えずにね、過ごしてしまうので、とりあえず通常モードでやっていこう。でコンボで強力。さっきは弱攻撃しか出てなかったね。多分組み合わせで四角三角、四角四角三角、そんなに変わらないね。方向キー押しっぱとかでまたなんか変化があったりとか、わからん。よし、この助連れてけ。一定時間内に次のやつを倒さないと右下のコンボボーナスが途切れてしまう。あ、こんのすけ、こんのすけ、なんかそこにいるとお前たちがこんのすけがね、こいつらを指導する敵側に見えるぞ。いや、本丸戸詰まりしといてよかったね。簡単に乗り越えられそう。 R を押しながら ABXY のいずれかを押すことで複数の強攻撃、あるんじゃん。2位の時打ち上げ花火、そ打ち上げからの他の連続はつながらないか。2種類しかないね、まだ。つながりそうでつながってない。敵撃破コンボはつながるけども、
で、ついでに紺之助を 2,3 回切りつけても OK。 3回までは OK。 4回目からは紺之助も怒るけど、左足がもうミリでしかつながってませんよって怒るだろうけど、しかし時間素行軍の襲撃と同時に紺之助が現れると。そして一番の心配は若干のラグがあるから実は動きと、あのラグっていうのはこのパソコンに取り込んでそれを見ながらやってるから、どうしてもこのコントローラーの婚約やめすまん。コントローラーの入力と実は画面に出てる動きと一瞬差があるんですよ。だから先行して入力して次の動きを入力するっていうね、余計な手間がかかってるんですねなもんで、あの配信の人は本当はあの PC 版でやった方がやりやすいと思う。あのキャプチャーする機械もいいやつを使えばラグはないんだろうけども、あとは PC 性能にもよるかな、ラグがあると。お、ヘシベ、全て切る。この怒りをぶつけなきゃ。これが第三部隊か。なるほど、各部隊の、うん、編成を見せつつそこのキャラクターを一人ずつ使わせてチュートリアルって感じだね。その思い、トモエいいな。俺が全て薙ぎ払う。気持ちはわかるが熱くなりすぎるなよ。本丸の防衛が優先だ。基本的にあの遠見で見たメンツはね、大体気に入るんで。だから村正トンボ切り、さっきのだと、うん、その通りです。敵はで、さっきの第二部隊だとヒューガとか、この部隊だとどちらかというと巴型なぎなただな。ヘシキリハセベはね、捨ての方ではねずっと出てるけども、これ捨ての方は1回ぐらいしか見てないから、嫌いじゃないけどそこまで思い入れがなくてね。なんか埋め込まれたって言うけどさ、だいぶ浮いてますよね第3部隊に編成します。隊長はヘシキリハセベ。イメージ的にはこのこれぐらい浮いてますよねなんかすごい、そりゃこれ取ってよって言い出すわ。茶でも飲ましてもらおう。よし、スーパードライ。